JLC の YouTube をご覧の皆様、こんにちは。愛知部磯江誠です。今回私が最も衝撃を受けた正木選手のあのレースについて私なりに解説していきたいと思います。ということで5回目のレースはこちらです。いや、もうめちゃくちゃ久しぶりっすよ。はい、まだ実家にいる頃ですから、ね、メンバーも濃いな。ブルッとしますねこれ。あーやだやだ。あーあーあー、むちゃくちゃや。もうよかったっす、令和の時代で。どっちがいいんなんすかこれ結局。1周年記念競争、さあ縦に長くなったインドリ合戦、上滝に森高。行けるところまで行く、すなわち頂点へ、全てにおいて根節鋭い森高、その前方につけています。他が下を巻く勝負師根性を見せるか、上滝和則、インは全く分かりません。3コース中段に5号艇新見圭一、地元のテクニシャン、難解レースこそ迅速にさばいて答えを出す新見。そして高枠の正木政権、上滝なんと外に出た。これは意外や意外だ。正木政権が3コース、懲罰の行き足ストレート、チャレンジ精神で G1 取りに向かう正木。3号艇の今垣、パワー不足を補う精神力と水面相性でありますが、今垣幸太郎、浜の矢が5コース、迫力が命、スピードパフォーマンス、上滝がなんと6コース。いや、このメンバーだったら逆になんかワンチャンありそうだなと思うっす。まず、あの始まりが多分みんなどうなるか分かんないですよこれ多分。だって上滝さんが6コース出ると思います。意外や意外やって言ってましたもんね、高橋さんも。何が起こるか分かんないですよこれ。はい、まだこの高橋さんの実況も良かったんですよね。なんか三度のつけまいっていうのが、いや、まあ普通に 5-1 で走ってたのに、えみたいな、まさか抜くのこれみたいな、まあ、抜いたわみたいな、なんか普通じゃないことが起こってたなっていう感じですかね。あー、まあ、あーそうかもしんないですね。もう今じゃもう危ない危ない危ないっていう感じですもん。でも本当すごいですねこれ、目に見えてわかるぐらい伸びてますもんね。思い切った正木政権、まだ離さない。それでも意地で踏ん張る5号艇、地元の新見圭一。1号艇の正木とはこれは激しい混戦となって、壮絶激しいデッドヒートの混戦は新見か正木か、全く引かない状態から三度のつけまい教師。思い切った思い切った正木、5号艇の新見圭一がはるはるはる、ド迫力の大、まあ、やっぱ本当あの思い出しましたね、あの実況といい高橋さんの。はい、まだ声も若いなって思いますけど。で、まあ僕選手になってから正木さんとあのお話しさせていただいた時に、このレースのことをあのお話しさせてもらったことあるんですけど、まあとにかくやっぱこの節はもう前件から手応えはあったっていうふうにおっしゃってて、あの、まあ、僕あのレース見て実はみたいな話をしたら、おそうなんかって言ってもらって、はい、なんかあれですね、やっぱいいですね、なんか。G1 初 V おめでとう。1号艇先頭には正木政権、五輪。いや、なんすかね、これを見て、まあ、ボートってすごいなとかって思って、まあいろいろ見るようになってって、で、まあ、自分がこういうレースするかって言われたら、まあ、ちょっとこういうレースとはちょっと違うかなとは思うんですけど、このレースを見て引きつけられたのが、はい、このボートっていうあれだったんで、いや、あ、まあ選手になりたいなぐらいっていうか、なんか乗りたいなとか、なんかそんなぐらいで、まあ、真剣に多分目指してないと思うんですけど、これを見て本当に、あ、選手になろうって本当なんか最後腹の中が決まったような感じがあるのは今でも覚えてるんですけど、初めて見たのは常滑の一般戦、その時はうわーすげー乗ってみてみたいな、なんかどんな人がなれるかもよく分かんなかったし、で、まあ募集要項読んで、あ、俺全部当てはまるなぐらいでしたから、それから、あ、まあみんな、ね、あのモンキーターンを見てとか、そういう段階を踏んでた時ぐらいに多分こういうレースを見て、なんか本当なんか鳥肌が立ったような感じがあって、なんかもうなりたいみたいな思ったと思うんですよね。
あ、そうですね、それは本当大いに、はい、漁師になってたかもしれないですね。船には乗ってますんで。まあ、これ数字として本当現れるのも、僕の性格には合ってるなとも思いますし、成績残したらやっぱみんなに威張ってもらえるのもやっぱ嬉しいですし、さっきの正木さんのレースじゃないですけど、人になんか元気づけられるとか勇気与えられるのも、まあ、こういう仕事してるからだと思いますし、まあ、今こうして生活できてるのもやっぱ、はい、この仕事のおかげだとも思いますし、はい、まあ、そんなとこですかね。ボートレース以外ですか？いや、もうそれはもう家族といる時間ですねと言っときます。子供3人です。は、1歳なってちょっとですね、1歳3ヶ月4か10 3ヶ月、ちっちゃいです下は。まあそうですね、まあ去年の今頃は来年はグランプリに行くっていうのが目標で、まあそれ以前に僕の中では毎年キャリアハイを目指すっていうまず目標があるんですけど、今回グランプリって、まあ、今まで本当見たことない景色で、味わったこともない、経験したこともない場所だったんで、終わってから、まあ、ゆっくり来年に向けて考えようって正直思ってて今だ、まだちょっと帰ってきたばっかで休んでないんで、じゃあまだ来年の目標立ててないんですけど、まだ気持ちの整理してないんで、なんで単純にキャリアハイとかでもいいですかね。はい、じゃあキャリアハイで。そうなんすよね、ふと思ったのが3着が3300万でしょ。で、コウジさんにボソッと言われたんですよ、まあ、俺のグラちゃんと一緒やんけみたいな。あ、じゃあ俺も SG1 個取ったと一緒なんかとかふと思いながら、優勝してこの賞金かみたいな、なんかちょっと複雑な気持ちになったんですね。それ3着で優勝と一緒の賞金か、おおみたいな。今までは漠然と SG に出たいとかぼんやりした目標しかなかったんですけど、でまあ SG に出たいって決めてからやっぱちょっと考え方も変わりましたし、でそんな感じでグランプリもあったんですよ。グランプリ行ってみたいなみたいな、でもまだ SG 来たばっかのだしなとか、なんかまあいろいろあったんですけど、まあ去年本当目標立てた時に口にすればもうやるしかないんで、口にして色紙に書いてそれを掲げて、そのためにちょっといやこれは頑張らないとダメだなっていう、なんか決心というか覚悟みたいなのを持って1年間やったから飛躍できたんじゃないですかね。だからもう来年の目標は無事故完走ぐらいになってるかもしれないです、ひょっとしたら。まあ浩司さんとか井口さんとか、まあ、スケールのでかいそんな先輩にな、先輩というかレーサーになっていきたいです。小さいことは気にせず、一撃とかよりは狭いところくぐり抜けていく方が、まくりよりまくり差しの方が自分は好きっていう感じで、こそばゆいレースしていきたいですね。まあ絶対ドカーの方が記憶には残ると思うんですけど、 あいつどっから来た、もう一回見直そうって思えるような選手になりたいです。結構だってマジ、まガチな人多かったじゃないですか。そう、なんでで俺と思ったんですよね。よかったさ、グランプリ出れて。俺のレース何を取り上げるんだろうなってずっと思ってました。取れ高できてよかったっす。絶対来てほしいっすわ。本当にここだけは飛びたくないっていう強力な前付けがあって、ちょっと怪しいぞっていう時とか、6号艇だけどどうしてもちょっと来月の税金代払えないからここは買っときたいとか、そういう時はちょっとゼガヒデも来てほしいです、はい。皆さんご視聴いただきありがとうございました。次回は現役レーサーに語り尽くしていただきます。これからもいそいそ頑張りますので、5000円のほど、ファン投票のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。